パイロットの防止へアメリカとはアメリカ合衆国にあった航空会社である。中央情報局がベトナム戦争時にラオスで秘密作戦を行うために設立されたフロントカンパニー。CIA の準軍事部門サットに所属していた。社訓は何でも何時でもどこへでもプロフェッショナルに主に麻薬の生産地である。メコン川流域のタイ、ラオス。 ミャンマーの黄金の三角地帯に、手麻薬や食料、武器を空輸する活動を行った。また、1964年6月から1967年6月末にかけて、那覇空港先島諸島の定期空路を運用していたが、エアアメリカが撤退することになったがゆえに、日本資本の航空会社、南西航空が誕生したという行きがある。一方、 麻薬の輸送については、エアアメリカは積極的に関与しておらず、もっぱら腐敗したらオース王国政府の交換が売買に関与していたともされる。イギリスのルポライター、クリストファー・ロビンスによるドキュメンタリー小説の題材にもなり、エアアメリカとして映画化された。日本語版が新庁舎から発売されたことがある。エアアメリカは様々な機体を保有したが、多くは短距離利義航空機であった。 エアアメリカは機体を中華民国に登録する傾向があった。計営装機として使用していたピラタス PC-6L-1011 ラオス国内の拠点はビクターサイツに変更と呼ばれた。以下のサイトが知られている。ありがとうございます。